はい、こんにちは、マロです。はい、こちらのね iPad Pro 11インチ購入してねもう1ヶ月ほど経ちますけども、やっぱり素晴らしいデバイスですよね。もう仕事にねプライベートにねもう大活躍なんですけども、結構ねこれを使ってて気づくことがあったんですよ。あのね iPad Pro 11インチを持ち出すようになって iPhone XS Max がねちょっと煩わしいなと思うようになってきました。っていうのがやっぱりね、あの資料とかそういったね何かを確認したり編集したりってするのはやっぱりねこっちの iPad Pro がねちょっとメインになっちゃうんですよ。ですからこの iPad Pro をよく持ち出すんやったらやっぱり小型のデバイスがね相棒だったらいいなと感じるようになってきました。ってなったらね、今やったらこちらの iPhone8、 これがねめっちゃ使いやすくなってきたんですよね。このね片手に馴染むサイズ感がめちゃくちゃいいんですよね。ですからちょっと気づいたこと、iPad Pro 持ち運ぶんやったら、大型のスマホはねちょっと厳しい。こいつ単体でね持ち運ぶんやったらめちゃくちゃいいんですけど、よくねお外にね iPad Pro 持ち運ぶ人はね、まあ小さいモデルのね購入を考えた方がいいかなと感じるようになってきました。決してね XS Max が悪いわけではないんですけどね、やっぱ違う部分でね補い合ってほしい、そんな感じがします。まあこれもねいい勉強になりました。まあそれぐらいねこちらの iPad Pro を持ち運んでるんですけども、もう一つねどうしても試してみたいケースがあったので購入しました。それがこちらですね。よいしょ、ビシッ。はい、こいつですね、オッターボックスの iPad Pro 11インチ用のケースでございます。まあこちらのオッターボックスもねもう知ってる方はもうめちゃくちゃ知ってると思います。もう一つの純正ケースと言ってもいいかもしれません。もうこいつをねどうしても試してみたかったんですけども、ちょっと買おうかなって思った時に、かなりねもう売り切れ状態だったので、待ちました。つい最近ね、普通に買えるようになったのでちょっと購入してみたわけなんですけども、このケースのね良さそうなところは、まず背面のデザインが見えるところ、そしてペンシルをね収納できる、まあ、収納というかねちょっと抱きかかえるような感じなんですけども、ポロポロ落ちないように工夫がされている、まあ、そういう一体感がね素晴らしいんじゃないかなと思いました。あとは公式で売ってるのでね、クオリティにもかなり自信があるケースなんじゃないかなと思ってます。いや、ある意味ね純正スマートフォリオとちょっと真逆のケースではあるんですけども、純正以上にねちょっと楽しみなケースでもあります。あ、ようやく来たんでねこいつも早速見ていきたいと思います。もうどんだけケース買うねんっていう話ですよねこれ。はい、というわけで楽しみにしてたオッターボックスのケース、早速開けていきたいと思います。よいしょ。はい、中身はこんな感じですね。まあ色はグレーですね。はい、まあ、iPad には合いそうなカラーリングになってます。そして中身取り出してみましょう。こうやってねここが磁力になってて、まあ、裏のねケースをこうパチッと止める形になってますね。はい、中を開けてみると、まあ、型紙入ってて、かなりネイティブな英語でこう説明が書かれてますね。まあ、全然説明書は見なくてもはめるだけなのでね全然使えると思います。それでは本体なんですけども、はい、このようにちょっとフィルムが貼ってますけども、まずこいつ剥がしていきましょうか。はい、ペロンチャ。はい、こんな感じでね背面はクリアなケースになってます。うん、かなり透明度はいいですね。はい、裏からも手がこうやってくっきり見えますね。結構ね iPad Pro のケースを探してて思うが、こういうクリアタイプのケースね Apple Pencil 対応してないこと多いんですよね、社外品だったら。ただこいつはねバッチリ対応してますので、まあ、そこは非常に安心です。でね今回ねやっぱりデザイン的ねスペースグレーがかっこいいというのでスペースグレー買ったんですけどね、スマートフォリオとかねつけたらやっぱりこの背面のデザイン見えないんですよね。だからスペースグレー買った意味があんまりないので、まあ、非常にね背面のこの色を見れるっていうのは個人的にはめっちゃ嬉しいです。で素材は硬質プラスチック、まあ、周りのね柔らかいところとかこのディスプレイ側をね保護する蓋、これはね TPU 製かな。でこちらが一応合成繊維となってますね。ちなみにね iPhone 用のケースも、こちらもね硬質プラスチックでできてます。結構ね厚くても透明度良くてね、傷もね目立ちにくかったり指紋も目立ちにくかったりね、結構クオリティいいんですよね。全体的にごつい製品多いですけどね、ちょっと測ってみましょうかね。ではちょっと重さ測ってみます。 299g。 あー、まあ軽くはないですね。ちなみに先日紹介したグラマスのケース、こちらがね
338g、 こっちの方がでも重たいですね。だからね、特別まあ重たいっていうわけではないですね。でこちら純正のスマートフォリオ、はい、169g、そしてスマートキーボードフォリオ、こちらがですね 292g、 だからスマートキーボードフォリオとほぼ同じような重量感になってますね。でまあ取り付けはね、磁石じゃなくはめ込むタイプになってますので、ちょっとね早速はめ込んでみたいと思います。では行ってみます。よいしょよいしょ。周りがね TPU かな。ちょっとね取り付けはシビアかもしれませんね。ちょっとグッと押し込まないと難しいですね。ちょっとシリが立ち上がっちゃいました。はい、装着できましたけども、それでね横にアップルペンシルをこうバチッとつけることができます。あ、いいじゃないですか。そして収納するときは蓋を閉じて、こうやってマグネットでロックしてっていう形になりますね。あ、使い方はねすごくシンプルでいいわ、ね、背面なんですけども、おお、いやいいですね。もうスペースグレーが透けて見えるね、この感じはすごくいいですね。背面のね透明度も全然悪くないので、デザインしっかり見ることができますね。ちょっと蓋とかね、ロックのこの接合部分ですか、ここがちょっと目立っちゃいますね。ここもうちょっとシンプルにならなかったのかなと思います。ここまでねきっちりクリアやったらすっげーいいんですけどね。 iPhone とかねノッチみたいにちょっと出っ張ってるので少し気になるかな。なんか加工しましたぜ感がすごい出ちゃうのでね、もうちょっとスリムやったら良かったです。で細かいところ見ていきましょう。まあ、背面のね、プラスチックは結構厚みになってますので、ちょっと持つとねやっぱり厚さは感じます。ですがね、カメラはしっかりね内側に入っていて、こうやってね平らに置いても全然接することはないですね。でね、結構隙間もなくぴっちりしてますので、ホコリが入ったりする心配もなさそうですね。でロックを開けてサイドを見ると、このような感じ、ペンシルの部分はねしっかり開いてるようなデザインになってますね。そしてボタンの方は、こちらは TPU 素材ですかね、こちらで覆われてます。押し心地はね、押し心地は微妙に良くないな。あのね、結構なんか遊びがあるような感じで、グッと普通に押してもふかふかっていうする感じで、かなり押し込まないとボタンが押せないような感じになってますね。で電源ボタンなんですけど、うん、これも同じような感じですね。ちょっと周りの TPU が熱いのか、なんかふかふかっていう感じがします。強く押し込んで遅れてね、ちょっと押した手応えが返ってくるような感じです。でこちらはね充電端子がある方ですかね、こちらもくり抜いた形になってます。まあしっかりね保護もされてますので、まあ、傷とかね落とした時の衝撃っていうのはかなり緩和できるんじゃないかなと思います。はい、この背面のデザインが見えるっていうのは本当にいいです。そしてね、アップルペンシルをこうやってつけるとね、こう抱きかかえる感じで、ロックをすることができます。だからねカバンの中とかでもポロ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 落ちたりすることはないですね。これ嬉しいわ。なんか抱きかかえるっていう新しい収納法でね、これは使い心地とかね取り外しをこうスッとできますので、なんて言うやろう、機能性をね損なわない新しい収納法じゃないかなと思います。でこちらのねちょっとスウェード調になってる合成繊維の部分なんですけども、触り心地はいいですね。うん、すごくサラサラしてて、ちょっと純正のねフォリオの方がちょっとふかふか感はあるかな。うん、なんか毛の質がいいような感じがします。まあ特段気になるようなところではないですね。さあスタンド機能なんですけども、実際使ってみましょう。はい、スタンド機能はこんな感じですね。うん、全然純正のスマートフォリオと遜色なく使えますね。はい、こうやってね緩やかな傾斜もつけれるので、このままね書くことも十分可能ですね。この辺はねスマートフォリオと同じ性能となってます。で収納するときはまたペンシルをつけて蓋をして、こうパチッと止めれば完成ですね。でね、ちょっとね気になるところが、まずあこうやってねスタンドとして使うとね、結構この蓋の部分がねペラペラするんですよね。これがね背面にくっついたりちょっとしないので、ちょっと気になるかなっていうところです。ここがねちょっとプラプラしちゃうね、これ気になるね。でこうやって蓋をするとね、
わかります。結構ねこの縁あるじゃないですか、この TPU のこの縁の中に収まる感じがして結構ぴっちりしまっちゃうんですよね。だから若干開けにくいかなっていうところです。で普通のスマートフォリオとかやったらこの辺からね指引っ掛けて開けるんですけども、このペンシルあるこのキワキワのところからじゃないと指が引っかかりにくいような感じがしますね。こうぴっちりね蓋をした感じで少し開けにくいで、ペンシルにちょっと干渉するんじゃないかなと。ちょっとずらしたりしてねこうやって開ける方がいいかもしれませんね。少しコツがいりますね。いやでもデザインはねめちゃくちゃいいわ。もうこれは個人的な部分にはなるんですけども、やっぱりねこの背面のスペースグレー見たかった、うん、すごい見たかった。これでこそねなんか iPad 使ってますっていう感じがしますね。はい、というわけですね、実際にオッターボックスの、iPad Pro 用ケース試してみましたが、僕はねスマートフォリオより好きです。まあ、これは個人的な部分になるんですけども、やっぱりねこの iPad Pro のスペースグレーずっと欲しかったんですよね。そしてようやく手に入れることができましたので、やっぱりねこの好きなねカラーを楽しめるっていうのは大きなアドバンテージですね。なんか本当にねこのスタイルが Apple らしいなっていう感じがします。あとはね全体がしっかり保護されてるっていう安心感は非常に高いです。でこちらのオッターボックスのケースなんですけども、まあ、傷とかへの耐久力やクオリティもね非常に高いので、純正にもね負けない満足感を与えてくれます。まあ、スマートフォリオの方がね全然軽快には使えるんですが、まあ、純正のねスマートフォリオとはちょっと逆のね方向性のケースだとは思うんですが、まあ、皆さんのね趣味や使い方によってねちょっと満足度は左右されるんじゃないかなと思います。まあ、でもねやっぱりこの背面のデザインが見れるっていうのは本当に素晴らしいですね。アップル製品買ったんやったらやっぱりこのアップルマークは楽しみたいですよね。まあお値段はね公式ページで8800円、純正スマートフォリオより安いです。まあとはいってもね結構高額のケースにはなりますけども、まあ、自分がねどんなスタイルで使いたいかしっかりイメージしてね選んでほしいかなと思います。というわけでオッターボックスの iPad Pro 用ケースでした。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオツ。